とやっぱりまずはマラソンで結果残すことで、やっぱ東京オリンピック出ることが目標の一つであるので、駅伝とかトラックもしっかり走って、そこでスピードとかもしっかりつけて、それをマラソンに生かせればいいなっていうふうには考えてます。東日本女子駅伝でも群馬県チームに貢献できる走りをしたいです。この大会をいいきっかけにして、どんどん強くなっていきたいです。全力で駆け抜けます。東日本女子駅伝。